ジェイミー・キングは、アメリカ合衆国ネブラスカ州出身の女優である、オマハ出身。地元のモデリングスクール、ナンシー・バウンズ・インターナショナルにて、卒業式のファッションショーで最初にモデルエージェンシーから、オファーがもらえず、その悔しさから、再度挑戦、NY のモデルエージェンシーに14歳の時に契約、モデルとなる。防具をはじめとする、数々のファッション雑誌の表紙を飾り、 16歳までにトップモデルとなる。クリスチャン・ディオールやシャネルのショーにも出演した。2000年のコスモポリタン史においてフェイス・オブ2000に選ばれる。1999年から女優として活躍し、パール・ハーバー、新式といった話題作にも出演。続編の新式復讐の女神にも出演した。14歳から19歳までヘロイン中毒の問題を抱えていた。 1997年に写真家だったボーイフレンドをヘロイン中毒で亡くし、以後はドラッグを止めている。2007年に映画監督のカイル・ニューマンと結婚。2013年に第一子の男児。2015年に第二子の男児が誕生。次男はテイラース・スウィーフトが大母、後見人となっている。ありがとうございます。